ローラント・カインは、オランダ在住であったドイツ出身の現代音楽、電子音楽の作曲家、ロイトリンゲ生まれ、ピアノとチェロを習ったが作曲に転校。芸歴は、極めて早く17歳で、最初の現代音楽を試作した。オルガンも、後日こなし、卒業試験はオルガンで突破したほどの腕前であった。ヘルベルト・アイメルトに出会い全英音楽に改眼。その後、 ボリス・ブラッハーのマスタークラスを受けて頭角を表した。フランコ・エヴァンジェリスティ、カミロトンに、アロイス・コンタルスキーとは、ダルムシュタット化期代を音楽講習会の頃から、仲の良い友人であった。日本で、彼の名が知られているのは、軽井沢で行われた20世紀音楽研究所、主催作曲コンクールで、竹光通る、松下真一と並んで、カインも、 海外作曲家最優秀賞を受賞したことによる、日本との接点はなくなるまで続いていた。その後1962年と1963年にイタリア現代音楽協会主催ローマ国際現代音楽作曲コンクールで第2位を得た頃には、すっかり彼は図形楽譜の使い手として知られており、その楽譜はエアハルト・カルコシカの現代音楽の寄付法で確認できる。 その頃からドイツよりはイタリアで知られる存在となり、さらなる表現の拡張のため電子音楽へ移行した。作品数は膨大だが、エヴァンジェリスティラが巧妙で苛烈なミニアチュールの制作に、こだわったのに対し、カインはあくまでもフェルト上音響の長時間の回しに、死の前年までこだわり続けた。その一つの頂点が、テクトラである。一つの音響の帯を記憶が途切れるまで持ちのように、 長く引き伸ばすスタイルは、その後も、さほどの変化がなかった。前衛の時代が終わると彼はオランダに移住し、ピアノやオーケストラの作曲も1990年代に、途絶えて2000年以降は、電子音楽作品を驚異的なペースで量産し続けた。その頃に、自主レーベルを設立して、家族で CD 制作をしていた。 電子公共曲はその頃の作品である。晩年には、エイリトルエレクトロニックミルキーウェイオブサウンドと名付けられた全14時間の電子音楽作品を完成させ、オランダの放送局から7時間ずつ、日曜の0時7 0 0の2週にわたって放送初演された。これは彼の死の数ヶ月前であった。フロー人間のペイケラで77歳で死去。死後、 エイリトルエレクトロニックミルキーウェイオブサウンドは16枚組の CD ボックスになり、ジムオルークがリストレーションを行ったことで話題となった。ありがとうございます。